こんにちは、カネの美穂です。ウルトラマンだなって思う。カネエラです。ビーム。ありがとうございます。このコスプレの格好は何ですか？あと銀魂の畑王子 この学園ものパロディで肩こうちょっとなって、それの格好でやってきました今日は、はい。これはもう手作りですか？これは手作りです。はい。いつ頃から作り始めたの？中学2年生かな、そんくらいですね。その時からもうコスプレとかは結構してるんですか？そうですね、ずっとやってますね。このコミケも何回も？中学2年の夏から来てます。おなんか来ないと死んじゃう。ここで年を越すというか、もうね、年末ここに来ないとね、年越した気になりませんから。もし3分間願いが叶うんじゃないですけど、自分が最強になって何でもできるとしたら何がしたいとかありますか？3分間最強になれるなら、そうですね、すっげえコスプレ作る技術が欲しいですけど、さすがに3分間しかそれできなきゃね。確かにそうですよね。なるほど、ありがとうございました。たくさん、はい、楽しんでてください。ありがとうございました。皆さん、ウルトラマンはどの世代を一番見ていましたか？ウルトラマンセブン。でも僕はどちらかというと大人になってからなので、平成時代のウルトラマンをよく見てます。太郎ですね。ウルトラマン太郎は、なるほど。じゃあもし3分間だけウルトラマンのように戦えるじゃないですけど、強くなったり何でもできるってなったら何が一番したいですか？3分で、世界一周できるぐらいの瞬間移動能力とか。3分だとな、早食いぐらいしか思いつかない。早食い、例えば何早食いしたいですか？激アツカレーライスとか。プラモデル感覚で自分超を立ててみたいですね。せーの、シュワッチ。はい、ありがとうございます。ウルトラマンになりたい。はい、今回ウルトラマンの戦闘時間でもある3分以内に、私カネノがあるミッションに体当たりで挑戦していく企画です。と言っても、何も聞いていないんですが、なんか来たんですけど、3分以内にコスプレ会場にてカメラマン50人以上を集めよう。集まりますかね？これなんかあるんですか？ご褒美はあります。何ですかご褒美？ウルトラマン関連公式イベントレポーターです。公式のレポーターですよね。これはちょっとやるしかないですね。はい、頑張ります。ということでミッションを実施。コスプレ会場には可愛い衣装の女の子たちとカメラマンでいっぱい。ここはライバルたちが集う激戦区。私は囲みの撮影時代が初めて、緊張しております。果たして人気のコスプレイヤーたちもいる中、50人も集められるのでしょうか。いよいよスタートです。はい、じゃあ頼みます。囲みます。囲みやります。すいません、お願いします。それもしかしてウルトラマンですか？そうです。ありがとうございました。お願いします
結構集まったんじゃないでしょうか。ここでタイムアップ。達成してましたか？でもシャッターの音は結構バシャバシャバシャって聞こえたんで、でもそのレンズしか見てなかったんで何人いるとかちょっと数えられなかったんで、果たして結果はいかに。なんと50人突破しました。イエイよかった。これで公式レポーターになれました。見事ミッション達成です。やったー。一般の方がコスプレして撮ってる方がなんかちょっとうまいなと思って、私ももうちょっと勉強しなきゃなと思いました。でもすごく楽しかったんで、また機会があればやりたいなと思ってます。はい、今日一日ずっと回っていたんですが、とっても楽しかったです。はい、今回紹介していた月刊ヒーローズなんですが、じゃじゃん、こちら2月号月刊ヒーローズでは第3のウルトラマンの正体が明らかに。はい、もうとにかく目が離せません。新たなウルトラマンの世界を皆さん買って読んでみてください。よろしくお願いします。